まあ、やっぱり勝つことを目的としてやってきて、まあ、その勝つっていうことがこう達成できて、やっぱり一つ自信にはなると思うんですけど、チームとしてやっぱり次のブラジルっていうのは、まあ、世界でも多分1、2を争うようなチームで、まあ、そういうチームに対して自分たちがどれぐらいできるかっていうのは、まあ、すごく楽しみだし、そのここでまた勝つことができれば自分たちがこういうサッカーでも勝てるんだっていうか、まあ、自分たちが目指すところをこう進んでいけるような気がするんで、そういう意味では、まあ、前回と同様に必死に勝つことが大事だと思うし、90分間やっぱりミスするべきところで捨てずに、やっぱり勝つことに、まあ、目標を置いてやりたいなと思います。やっぱり暑いですし、移動も結構しんどいですけど、まあ、ブラジルもその同じ条件なんで、まあ、そういう意味では関係なく自分たちの面白い戦いでやります。いや、もうチームとしての目標は勝つことなんで、勝つことを